ポール船の高線式時記録音機ポール船のアメリカでの次期針金録音機の特許高線式時記録音機ワイヤーレコーダーは1898年にボールデマールポール船によって開発された磁気記録の形で音声を記録する録音機である。磁気記録による録音再生システムの先駆となった。1898年にポール船は自身の発明したテレグラフォンで 磁気記録の原理を明らかにした。録音すべき音を電気信号に変換し、それを磁気ヘッドに供給すると、磁性媒体の自家パターンがその信号に合わせて変化し、信号が記録される。再生の際は、ヘッドが媒体の磁場の変化を検出して、それを電気信号に変換し、音声の形で出力する。ポール線は、 テレグラフォンの特許を1898年に取得し、助手のペーダーオーペダル線と共に、鋼鉄製の針金、テープ、ディスクなどを媒体とした、磁気録音機を開発した。これらの機器には、増幅回路がなかったが、記録された信号は十分強く、ヘッドホンで聞くことも、電話線で送信することもできた。1900年のパリの万国博覧会で、ポール線は、 皇帝フランツヨーゼフ一世の声を録音する機会に恵まれ、これが現存する最古の磁気録音となっている。光線式磁気録音機は後に改良され、直流バイアスや増幅機により録音、再生の音質が向上した。1938年には、東北大学の長井健造、安律電機の井原らステージにより、 交流バイアス方式の特許第136,997号が取得され、同時期のドイツの国家放送協会のバルター・ビーベルト、ハンス、ヨアキム・フォン・ブラウン・ムール、アメリカのマービン・カンブラスによる交流バイアス方式の発明で、1939年から1941年までに音質が飛躍的に改善され、実用に耐える長時間高音質録音が可能となった。 ありがとうございます。